はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、 Amazon プライムさんにお呼びいただきまして、浅草にございますカレーランドさん、人気のトップ30の商品すべてご用意いただきまして、一升のご飯と合わせて好きなだけね、食べていってレビューをする企画を取らさせていただきます。ただね、レビューの動画なんで、全品というよりかはもう楽しめる範疇でね、ちょっと僕も選ばせていただいて、どんどんね食べ進めていこうと思っております。はい、ということで早速ね、ちょっとこちらに一升のご飯を用意いただきましたんで、早速ね、これすべて持っていきましょう。よっしゃ。はい、ということで今一升のご飯入れ終わりました。普段僕の動画ね見てくださってる皆様は見慣れてるとは思うんですけど、やっぱね何回見てもめっちゃでかい。早速ね、カレーを選んで好きなだけね食べていこうと思います。このあたりかな。こちらの4種類でございます。みんなね産地だったりとか量違うみたいなんで、4種類ね全部一気に温めてから1品ずつ食べていきますので、その都度ねちょっと詳しく詳細を説明したいと思います。はい、ってことでね、早速カレーの方が温まりましたので食べていこうと思います。まず1品目に食べるのはこちら、21位のサスケ豚とマッシュルームのお肉ゴロゴロカレーでございます。このねカレーが岩手県のサスケ豚という三元豚を使用したカレーとなっておりまして、マッシュルームとかも中に入ってるみたいで、かなりねまろやかな味わいが特徴だそうです。見えるかな、思ってる以上にこの豚肉めっちゃゴロゴロしてる。見る限りバラ肉とかだと思うんですけど、早速ね食べ進めようと思います。それではいただきますと、うまそう。うまそう。うん、あうま。商品名の方にはちょい辛って書いてあるんですけど、中辛ぐらいかな。スパイスもね程よく効いてるんですけれども、どちらかというと昔ながらのまろやかなマイルドなカレーですね。うん、うまい。これいっぱい食べたいから、ちょっと白いご飯は調整しながら食べないとなくなっちゃいそう。豚の甘みもあるんだけど、マッシュルームのね香りとか甘みがすごい効いてる。まろやかなんですけど、結構ね味のアクセントがついててめちゃめちゃうまいです。はい、ってことでただいまね1種類目完食いたしましたんで、早速ね2種類目に突入したいと思います。で2種類目ですね、よっこしょ。第3位になります、トカチモッツァレラチーズカレーでございます。北海道産のカレーらしくて、モッツァレラチーズとか、玉ねぎとか、北海道のね名産を使ったカレーで、おそらくね中辛ではあるんですけど、コクがあるね甘口のタイプだとは思っております。よいしょ。あ、すっごい、よいしょ。うまそう、これも。うん、これめっちゃ好き。陶器通りね中辛なんで、しっかりと辛みはあるんですけど、それ以上にねこのチーズのコクが強くて、お子さんでも大人でも楽しめるカレーです。あ、これうめえわ。はい、ってことでただいまね2種類目完食いたしましたので、3種類目突入でございます。3種類目はリオン味香さんのビーフカレー辛口でございます。分かる人いらっしゃると思うんですけど、日本一辛い黄金一味、有名なね結構辛い一味があるんですよ。普通の唐辛子の10倍辛いって言われてるんですけど、辛いと思うんですけど、僕ね辛いもの好きなんでちょっと楽しみでございます。黄金一味は結構ね黄色い一味なんで、色味がねこのカレーどんな感じなのかっても気になるんですけど、あ、色はね普通のカレー、すっごい辛い気がする。ちょっとね入れた感じだともうがっつりね黄金一味の匂いがする。早速、あ、うまいけどめっちゃ辛いよこれ。食べてないのいっぱいありますけど、おそらくね一番辛いと思う。ただ黄金一味のね特徴として、さっぱりとした酸味に近いような抜け感があるんですよ。辛いんだけど口の中にねこう残らずにさっぱりといただけるんで、辛いもの好きは大好きだと思います。うまいけど、あ、これ辛い、やっぱ
食べ続けるとまあまあ辛いよこれ。はい、ってことでただいまね5種類目完食いたしました。6種類目に参りましょう。第8位の北海道ハスカップカレーでございます。紫のカレーだよ。味がね全くちょっと想像ができないんで、まあ、食べちゃいたいと思います。めっちゃ戸惑ってるんですけど、色と香りがね一致しないの。匂いはめちゃくちゃカレー。え、どんな味なんだろう、わかんない。ちょっと食べるわ。めちゃめちゃフルーティーなんですよ。どっちかっていうとカレーってよりかは甘口のカレーパンみたいな、リンゴとかが入ってるようなカレーパンのようなすごいフルーティーなカレーですね。わ、これもうまい。ハスカップらしいね、ほんのりとした酸味はあるんですよ。ただそれ以上にお肉のね旨味が強いんで、しっかりとカレーとしてまとまってます。先ほどのハスカップカレー完食いたしましたんで、次の品に移りましょう。続いてはこちら、サラベツ和牛ビーフカレーでございます。あ、すごい。だいぶスパイシーなビーフカレーの匂いしますね。牛肉やらっ、カレーのスパイス感の香りにも負けないぐらい牛のねこの脂の甘みがねしっかり乗っかってます。これはお肉がめっちゃくちゃ美味しい。お肉の香りも強いんですけれども、かなりねそのカレーとしてのバランスがいい感じですね。うん、はい、ってことでただいまね10種類目の鹿肉カレー食べ終わったんですけれども、だんだんねこうカレーばかりで味変がしたくなってきたんですけど、今日ねお気遣いいただいてデザートも用意していただいてるということで、デザートいただこうと思います。ミラノドルチェトレスパーデという、ミラノドルチェトレスパーデというプリンをご用意いただきました。てかプリンなのに立ってんのよ。めちゃめちゃ濃厚だと思うんですよね。チリしてる。いただきます。うわ、うまっ。うまっ、これ。知ってるプリンじゃないですね。口どけがすごく滑らかなカッサータとか、そんなようなもうねっとりと食感になってます。はい、ということで、ただいまね、10食食べ終わって、デザートも食べ終わりましたので、新たにこの3つのカレーですね、温めてまいりました。まず一品目がねこちらカレーランドのカレーですよ。これがねなんと30品中1位の商品でございます。商品名にもあるようにおそらくねお店のブランドのカレーみたいなんですけれども、黒毛和牛とかを使ったチーズベースのカレーになってるそうです。やっぱりねチーズ系のカレーなんで白めですね。カレーランドさんのブランドっていうのもあるので、お客様ね買われる方が多いっていう理由もあると思うんですけれども、ブランドだけではなくて味としても1位は納得できます。うん、うまっ。もともとのカレー自体も結構オーソドックスタイプ、嫌いな人がいないようなカレーにチーズが加わった味になってるんで、これみんな好きだと思う。ということで先ほどのカレー完食いたしまして、ついでね新しいカレーでございます。シマントブシュカングリーンカレーでございます。あ、しっかりグリーンだわこれ。早速ねこちらのブシュカンのカレーの方をいただいていきます。あ、うまい。普通のねグリーンカレーのようにココナッツ風味が強いわけではなくて、どちらかというとこのブシュカン柑橘系の酸味とか爽やかさの方が強いんで、スープカレーとかに近いぐらいサラサラとしたルーなんで、これもねまた食べやすい。
はい、ということでただいまね12品、食べ終わったんですけども、もうね見ての通りちょっとご飯がほとんどなくなってしまいまして、次のね1種類でラストにしようかと思います。今回ねラストにいただくのがこちら、オホーツク流宝カリでございます。オホーツク流宝カリでございます。ハスカップといい、これといい、北海道はね、特徴のあるカレーが多いですね。食材しかり、色味しかりね、すごい楽しい。早速ね、開けてみたいと思います。カレーのパウチが2種類に分かれてて、青の海の部分と白の氷の部分で分かれてるそうです。海から流しましょうか。よっと。よっと。青。すごいやもう。すっげえ。なんかすごい色だけど、いただきます。うん。やっぱね、いい意味で期待裏切られますね、これ。こちらのメニューは札幌の有名なインドカレーのお店が監修しているカレーらしくて、カレーの味はもう本格的、見た目に反して旨味はねすごいです。ということでこちらが最後の一口でございます。ということでごちそうさまでした。と本日は人気30品から好きなだけね選ばせていただいて、もう一生食べ尽くしちゃったのでこの辺りで終了したいと思います。今日食べてないラインナップの中でもいろんなねご当地の食材、これなんかもねドラゴンフルーツを使ったカレーとか、普段ね食べられないような珍しいカレーたくさんございますので、気になった方はねオンラインショップから今回食べたカレーなんか購入が可能ですので、概要欄に記載の URL ページの方から飛んでねオンラインショップで購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。いやーもうめちゃめちゃお腹がいっぱいでございます。ということで、この動画が良かったと思ったらはい、お疲れさん。こんにちは。こっち見事な食べっぷりですね。はい、はい、ということで今回は Amazon プライムビデオで放送中のなぎすけさんとの撮影だったようで、ドッキリを仕掛けられておりました。ネタバラシでお二人が来た時はド緊張で全くリアクションができませんでした。ドッキリの内容については10月29日と11月5日に放送されますので、ぜひ皆さんもなぎすけさんにてご視聴ください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。